はい、花パンです。コンストラクションシミュレーターの続き遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今回ですね、橋の建設の後編というところを進めていきたいと思います。でまずですね、ベアリング構造というところで針というところで、この橋桁をの青のところのすごい上の方ですけど、ここを設置してあげると、でその後に特殊部品の設置をやっていくというところらしいのでやっていきましょう。で、この、モバイルクレーンなんですけど、ちょっとどこに置けばいいのかなっていうのがあって、多分ここに置くと、向こうまで届かないと思うんで、ちょっと今、この真下に置いてるんですよね。ちょうどど真ん中ら辺に。ちょっとこれでいけるか、ちょっとチャレンジ したいと思います。はい、この青い輪っかは結構あれですね、手前側、ここで持ち上げるとなんか紐みたいな、あ、紐が設置されるんだ。で自然とゆっくりと立ってくれると。なるほど。なんか青のあれにぶつかりそうだな。あーぶつ、ギリギリなんとかみたいな。え、これ届くの？今、結構ギリギリなんですよね、このアーム部分の方が。ああ、まだまだ伸びるか。なんとかいけるか、これ。うわ、高っ。こんなに伸びるんですね、これ。もうはまるらしいですけど、もうちょっと。なんか綺麗に置きたいのは置きたいんですけど、あ、やっぱ引っかかるか。引っかかりますね。じゃあもうここで追いましょうか。よし、じゃあもう片方ですね。なんかすごい斜めてますけど、まあいっかな。よし、じゃあこの後に、お、特殊部品っていうのがあれか、もう一個の青色だったこのケーブルサドル。ケーブルサドルっていうものをつけると。これですね。ここで置いてあげると。おお。よし、ここで置いてあげると。OK ですね。じゃあもう片方もやっていきましょう。いやー、この高さになると、風の音がすごいっすね。ほんとそういう再現力というか、表現力というか、あ、すごいですけど、やっぱりちょっとハエの音をちょっと、消してほしいな。なんか BGM で消そうとしても、なんかこれおそらくこのなんかデフォの音になってるようで、ハエの音だけはちょっと消したいんですけどね。で、これ最後ですかね。
OK ですね。おお、これなんだこれ。青の線が引かれましたね。ついに足をセッティングするっていうことか。ちょっと一旦離れましょうか。離れるとパコってなるか。お、いつの間にか、またいつの間にかですね。あ、上のその紐というか、あれは自動的に設定してくれて、あとこの後足の床を設置する。これもモバイルクレーンでいいんですかね。バズーと特殊部品の設置が、うわ、長っ。永遠にこれクレーン作業やっていくんですね、これ。なるほど。ああ、そういうことか。これをまたこれ、両サイドをやっていくんですね。また輪っかが出てくると思うから、あれ出てこないぞ。ああ、上に出てた。これをこうか、これを上げてあげる。ん、こっちからやるでよかったのかな。道路側、その上側からやっていくのが正しかったのか。この状態で終わらせたくはない。一旦上げて、ちょっとこれ正解がわからないですね、これ。こんなぐらいにしましょうか。よし。あ、これはさすがにあれですね。この上からやりますね。ちょっと一旦上行きましょうか。よし、こっからやるのが正しそうな気がしますね。そうすると何も回さなくてもいいんで、ほぼほぼ伸ばして縮めてみたいな感じで設置できると思うんで、そうでいいのかな。合ってるか合ってないかはわからないですけど、よし、ここで上げて、あとはこれクレーンを縮めれば OK ですよね。これが綺麗なやり方かな。え、ああ、はいはいはい。下からやると180度回転させないといけないから大変でしたけど、上からがベストポジションっぽいですね。これで終わりかな、もしかして。置き場所ないですかね。これ下ろして場所が合ってないな。今上げるだけですかね。ああ、船、船が出てくるんだ、これ。その発想なかったな。これ用に船出してくれるんだ。あと、これを何回
やらないといけないんだっていうところありますけど、だからこの設置、この特殊部品を設置っていうのが多かったんですね。なるほど。あ、けどこれでまたあれかな、船の位置が変わるのかな、これともお仕事が終了するか。どうでしょうね。ああ、船が移動した。よし、ここで半分ですかね。ああ、まだあった。って言ったら終わりましたね。これで、これであれですね、半分終わったっていう感じですね。では向こう岸行きましょうか。おお、これで向こう岸まで行けるようになりましたね。これで、からの作業はあれですね、なんか輸送なかったと思うんですけど、輸送作業とかはすごい楽になりそうな感じですね。よーし、ここで完了。ついにここで行けるようになりましたね、ここ。いやー、素晴らしい素晴らしい。これいやー、便利になりますね、これで。で、あとはここを道路を作っていけばいいっていうことですかね。あ、危ない危ない。フリーズしそう。アスファルトを敷いて圧縮して終わりですかね。ちょっと見てみましょう。道路建設だけですね。はい、じゃあやっていきましょう。よし、ではやっていきましょうか。かなりこれ縦長なので、かなり時間かかりそうですね、これね。かなりのこの長期戦になるとは思うんですけど、やっていきましょう。ライトつけると、ちょっと見づらくなってしまうんですよね。明るい方に目がいっちゃって。こうすればいいのかな、角度的に。ちょっと右端が濡れてないっぽいですけど、よいしょ、どんなぐらいか。いや、この作業はあれですね、あの周りに家がないから周りのこと気にせずに工事できますね。これまでは周りすごい住宅の中で、かつあれですね、深夜作業もバンバンやってましたけど、これは気軽に深夜作業できるな。あ、けれどもこれあれですね、このアスファルト減るスピードはかなり遅いというか、うん、このアスファルトを取りに行く回数はもしかしたらすごい少ないかもしれないですね。いつもよりかはそこまでアスファルト敷かなくていいっていう判断なのかな。
まあ、ほぼほぼまあ出来上がってますからね。片道でほぼほぼなくなる感じか。よし、ではこれで戻ってこれたんで、あとはこの間の隙間のところアスファルト塗っていけば終了ですね。いやー、このアングルいいですね。あと、アスファルトについては 3% ですけど、これいいな。あー、しかも上、飛行機飛んでますね。景色がいいっすよね。これで終わりっすね。あと 1%。よし、終わりだ。あとはアスファルトコンパクターで圧縮していけば、この橋の建設作業というのは終わりというところですね。では圧縮していきましょうか。ではあれですね、このアスファルトを圧縮してちょっと乾かして、でセンターラインとか、まあ、ライン引きすればやっと開通ですね。開通式とかやってくれるのかな。ここまでやったからやってほしいレベルですけどね。まあ、この橋建設の作業の中でもしかしたら一番地味で長い作業かもしれないですね、これ。ああ、こういう時にあれですね、オートクルーズ設定できればすごい助かるんですけどね。まあこれぐらいだろうな、こんなに縦長な作業っていうのが。あ、やっとこれで半分ですね。やはりこのアスファルト圧縮のお仕事が一番長いかもしれないですね。まあ、けどあと半分頑張ればついにこの道が出来上がるんで、頑張っていきましょう。よっしゃ、あと1往復で終わりますね。ちょっとこの明るい間に作業を終わらせて、最後完成したと心の橋の絵も、そうですね、明るい間にやりたかったんですけど、あれ8時になってもまだ明るいな。もう少し頑張ってくれ。というかアスファルトコンパクターもうちょっと早く走ってくれれば。まあそうすると圧縮が正しくできないっていう可能性も高いですからね。あー、夕方になってきた。夕方が20時なのか。ただあまりその時間と明るさっていうの気にしなかったんですけど、夕日撮ろうとしたら山に隠れても暗くなってきたな。急がないと、急がないと。ということは薄暗いタイミングで作業が終わるかもしれないですね。よし、これで終わりだ。よーし、さてどこだ。あー、よかったよかったよかった、目の前だった。すごい仁王立ちしてるから。よし、じゃあ話しましょう。Wealthy vacationers cruise along here in their shiny rides. I'm sure that I'm not the only one who is dreaming about this. We finally created a fast and safe link with the new bridge. Before that, you had to take the long way around the outskirts for many miles. Now, that's a thing of the past.
and an hourly sightseeing tour across the bridge into the vacation resort is already being planned. It's coming along. いいですね。あ、いい感じに見えないかな。おお、もう走ってる。すんごい、これまで車走ってなかったけど急にあ、あれか、あれ使いましょう。うん、そういう時のこのクーペですよね。けれどもこの左下のマップの方は表示されないのか。なるほど、こんな感じですね。ちょっと一旦あれだな、ああ、じゃあこの屋外バージョンにして、ちょっと戻りましょうか。けどこれ、このハペさんがいるっていうことは、ここら辺もどんどんなんか開拓するんだろうな。なんかそんな感じがしますね。あ、いいですね。よし、ということでこんな感じの橋が出来上がったというところですね。というところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。